本日は、日本国際問題研究所主催、国際連盟ワシントン体制100周年記念ウェビナーにご参加いただき、ありがとうございます。開会に際しまして、日本国際問題研究所所長、市川富子よりご挨拶を申し上げます。本日は、国際連盟ワシントン体制100周年記念ウェビナー、 戦艦期東アジアの国際主義の再検討にご参加いただきまして誠にありがとうございます主催者である日本国際問題研究所を代表して一言ご挨拶を申し上げます当研究所では2017年度より領土主権と歴史に関する問題について取り組むプログラムを開始し 数々の研究事業やシンポジウムの開催などを行ってきております。本日のテーマは、戦艦期東アジアの国際主義の再検討となっております。皆様ご承知のとおり、昨年2020年は国際連盟成立から100周年にあたる年であり、また今年から来年にかけては、 ワシントン会議の開催から100周年を迎える時期となります。こうした点を踏まえて、このセミナーでは、1919年のベルサイユ会議から、1921年のワシントン会議の期間を再検討することで、第1次世界大戦終結から第2次世界大戦開始までの戦艦期のイメージを更新する一歩、 といたしたいと考えております。本日のウェビナーでは、日本外交史、国際関係史をご専門とする先生方にご登壇いただき最、最新の研究成果を踏まえたご報告をお願いしております。本日、この場で交わされます議論が、戦艦期における各国の相互の潜在的な矛盾や緊張関係を捉え直し、 当時の状況をよりよく理解するための端緒となることを期待いたしております。以上、簡単ではございますが、私の開会のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、東京大学大学院総合文化研究科助教、尾谷俊介先生よりご報告いただきます。尾谷先生、よろしくお願いいたします。 谷俊介でございます、えー。今回のウェビナーについてなんですが、今、あの石川、えー、所長からも、えー、ご趣旨の説明がありました通り、えー、国際連盟100年、パリコア会議、ベルサイユ会議100年であった、まあえー、去年、おととし、そして、まあ、今年、まあ、来年っていうものが、えー、ワシントン会議、まあ、基本的に、ね、100年ということになるわけですけれども、まあ、単に100周年、えー とい,うを祝うというだけではなく、まあ、最近、近年、この戦艦期についても、実は目覚ましい成果が挙げられているんですね。まあ、それについて紹介しながら議論を深めていく、特にこの国際連盟、もしくはパリ講和会議100年からワシントン会議100年の間の時期から100年ということを捉えると。 新しい秩序、レジームが生まれてくる過程、その中で複数できてくる、その新しい秩序やレジームが複数できてくる中で、その中で複数の可能性であったり、もしくは緊張関係であったりというものがはらまれていく過程というのを明らかにしたいというのが、まず一つ目のこのウェビナーの趣旨でございます。あともう一つあの、今月、種井根修二先生が、 秀原紀十郎の伝記を出されてで、あと予告で私は見ただけなんですけれども、来月に熊本文雄先生が中高新書で、重原の伝記を出すというふうに伺っております。そういう意味では、非常にこのウェビナー、その意味でもタイムリーなものになったというふうに考えております。でまず最初にスライドに入っていきますけれども、ワシントン体制と複数の国際主義。 というタイトルでやっていきます。まずは、えー、全体ですね、えー。全体のこのウェビナーの論点につながるような話を前半ではしていきたいと思います。えー、ワシントン体制論の原点の再検討ということで、まあ、必ずしも研究史を詳細に振り返るわけじゃないんですけれども、まあ、原点というべき、えー、入谷明先生の極東進出場の模索についてちょっと、えー、おさらいをすることで、 えー、論点っていうもの全体の論点っていうものを外観していきたいと思います。この入江晃先生の極東進出場の模索、これあの、再読するとかなり印象とは異なる本なんですね。こうワシントン体制といえば、まずこの本を引用するんですけれどもそうあの、一般的なワシントン体制のイメージでこの本を引用すると結構ずれるんです。あの でどういうところがずれるのかっていうとまずまあ大枠ではイメージや観念的フレームワークとしての新秩序が実際のシステムとして具現化される前に失われてしまったというのがワシントン体制についての入江先生の定義なわけです。こうイメージ観念的フレームワークってかなりふわっとしてるんですよね。まあ、それはあの後々の,このイメージっていうところは入江先生の、まあ、もっと文化とかそういう トランスナショナリズムに着目した研究につながっていくわけですけれども、まあ、あのワシントン体制という言葉でイメージする、わが今イメージするものとはかなり違っているわけです。まあ、おそらくは体制という訳語もあって、原義よりかなりしっかりとしたシステムとしてイメージされるようになったんだと思いますし、あとは、まあ、今抱かれているようなイ,あのイメージをま築き上げたのは、やっぱり細谷千代先生が政治化してシステム論にしたっていうところがあるんだと思います。 それは研究の常としてブラッシュアップされたりアップデートされたということなのかもしれませんが同時に、ただこの政治化されるところでかなり落とされたかなり落とされてしまった部分もあるんじゃないかというのがワシントン体制論として変容しながらも入江先生の前提が定着した点。 1>, 1つ目、ワシントン体制の成立については私腹が裂かれず、その後の研究の主要な論争点も、ワシントン体制の終焉がいつかというものであり、起点はあまり問題にされないと。いつワシントン体制が終わったのか、崩壊したのかというものが論争の基本なんですね。なので、ワシントン体制の成立って本当にワシントン会議なのかというものとかは、あんまり詳細には問われない。これはあの、 中谷先生もご指摘されてたかと思いますけれども、まあ、ワシントン体制の成立、もうちょっと前に置く、まあ、あの特に日本外交の転換点は原氏に置くっていう、もう原氏政権の成立に置くっていう見方もあるわけですけれども、それとワシントン会議の間ってのはどうなるのかっていうことはあんまり突き詰められておりません。そして2つ目なんですけれども、ワシントン会議で結ばれた条約や協定については、 いずれも条約の内容よりもその精神において画期的なものがありと、これ、入江先生が日本の外交で述べていることですけれども、ワシントン会議はそこで結ばれた協定そのものよりも、ワシントン会議の精神に基づいた国際協調の対応について関心が集中していると、実は4カ国条約や9カ国条約、これワシントン会議で結ばれたものですけれども、まあ、海外軍縮条約はさすがに細かく問われていますけれども、4カ国条約や9カ国条約ってどう運用されているのかっていうのは、そんなに実は。 言うほど明らかにされてないんですねあと3つ目ですね、えー、の入江先生の前提っていうもの、この対中政策の対外関係全体、および国際経済政策からの独立、東アジア秩序のヨーロッパとの分離と、つまり、えー、東アジアもしくはアジア太平洋っていうものがある種自律的な秩序で、それに対する外交、まあ、日本含め、日本以外のところも、対中政策っていうものと他の政策っていうものがあまりちゃんと、あの 整合されてないまま展開されていたそれがあの戦艦機であるっていう前提であります。で、えー、続いては入江先生が指摘しながらその後傍らに置かれた論点ということで、えー、ありますと、えー、まず一つ目内政不干渉に対する領義的な評価と、まあ、基本的に、えー、ワシントン体制論っていうのは内政不干渉っていうものに関してはいい価値を付されている良い価値を付されているわけですけれども 入江先生は意外と両義的に評価してまして、中国の内戦の放置にもつながって、内戦の奇数が定まるのを待っている間に、ワシントン会議の決定が履行されることもなく、有効性を失う結果につながったとも評価しているわけです。この内政不干渉の両義性というのは、結構重要な論点だというふうに考えていて、まあ、私も後でちょっと取り上げます。で必ずしも高くないし出原外交評価とこれイリ先生のハ原外交評価って 実はそんなに手放しでもなくて、特に第一次外相期ですね、えー、第二次は結構高く評価してるんですけど、これもなんか皇族の研究とはちょっと相反するところなんですけども、まあ、特に第一次外相期については、秀原外交というのは国際協調を捨てて独自外交の追及を行ったというのがあの入江先生の評価になるわけです。これ、近年に関しては、ここは、まあ、傍らに置かれたと言いつつも、まあ、あの、 政府としてちょっと継ぐような研究もないわけではなくて、1920年代中盤の日本外務省では国際協調を破ってでも内政不干渉を守るべきとされていた、これは小林道彦先生の指摘であって、自主外交としての内政不干渉主義というものが、えー、指摘されていますし、しかも第1次シデハ外相期のイギリスとの関係悪化、これは西田敏弘先生が指摘されていますが、についても明らかにされています。ただし、まあ、ここでも私の、えー、問題関心でございますけれども、 近年の成果、21世紀入ってからのこの戦艦期、特に日本外交の成果というのは、あまり隣接領域や通信に反映されてない、共有されてないんじゃないかという問題意識がありまして、それももう根源的なこのウェビナーの企画を立てるに至った動機でございます。ありえる論点ということでありまして、これ について各登壇いただく先生方ともちょっと結びつけながらお話しさせていただきますけれどもワシントン会議の精神ではなくて事前折衝も含むワシントン会議そのものやワシントン会議で結ばれた条約協定や出された決議について検討する余地があるのではないかということですこれは中谷先生のご報告とも関連する論点でございますけれどもワシントン会議なんてもうメジャーすぎてやり尽くされてるんじゃないかって思う 方は多いいとと思ううんででですすけど意外とそうでもないんですよ、ね、あの日英同盟廃棄であったり軍縮条約であったり、まあ、そういうメジャーなところにはあのもちろん研究あの豊富な先行研究がたくさんあるわけですけども意外とその実際にワシントン会議で取り上げられなかった論点なんだけども事前折衝なんかではいろいろ探られたものであったりもしくはあの条約にはなってないけど決議で出たものであったり。 というものなんかは、まだまだえっと検討する余地があると思います。これに関しては、特に会議の準備という形ですね、準備作業というところで、中谷先生にご報告をいただく予定でございます。続いては、第一次秀デ外相期の国際協調を捨てという評価はより細かく分解されて、特に日英関係の不調が指摘されるようになっているが、これは秀デの俗人的問題か。 ということで、篠、まあ、原に帰していいのかということで、えー、ございまして、まあ、日英関係もうちょっと広いスパンで見ていくという点では、えー、菅原先生のご報告にも関連するところかと思います。しかし、篠原の俗人的問題で説明していいのかと、篠原外交っていうので説明していいのかっていう点では、熊本先生のご報告とも、まあ、熊本先生はこの外相、外務大臣の名当て、 外交というものに関しては、この外務省の政策決定過程から議義を示されているということでございまして、まあ、これはあの熊本先生のご報告にもちょっと関わる点でございます。で、続きまして、ワシントン体制論、特にその終点をめぐる議論の射程で論じられることの多かった北京関税会議の再検討ということでございます。まあ、北京関税会議でワシントント体制が終わったっていうのの、先生の 論ですから、それに対する論争の中でこう北京開発会議といのはこのワシントン体制の終着点なのか終点なのか崩壊しちゃったのかというところばっかりに関心が集まっているんですけど、まあ、それ以外の、えー、射程からやる余地はあるんじゃないかというのが、えー、関心でございまして、まあ、これに関してもあの熊本先生のご報告に深く関連するところかと思います。最後ですね、これは、えー、と私の報告 後半に関わるところですけども対中政策と対外関係全体、東アジア秩序のヨーロッパとの分離・改良を前提に、もしくはそれを批判的に再検討しないまま、ベルサイユ・ワシントン体制と並列、もしくは結合されると、つまりあのヨーロッパの秩序と東アジアの秩序というものがどうなって どう結びついていたのかっていうのを特に検討することないままこれ潰しなんかで特に顕著ですけどもベルサイユ・ワシントン体制って並べちゃうもしくは結合しちゃうその間の関係をよく考えないままにこういうふうに使われていることがよくあります。これに関しての問題意識っていうものがありましてワシントン体制と当時の国際秩序全体もしくはその中で生まれていた、まあ、戦艦機っていうのはウゴの竹の子のようにこう国際主義 トランシャナシリズムの枠組みがいっぱいできた時代でありますけれども、これもなんか国際主義の時代ってことであって、なんかみんなこう新しいものがいっぱい出てきましたよっていうところで、なんかそれぞれが神話的なもののように捉えられていることが多いですけれども、実はこれ、国際主義、トランシャナシリズムっていっても、こう方向性は結構あの多様でありまして、その方向性次第では、あの矛盾したり、緊張関係が生じる、えー、余地があったと。 それについて、この複数の国際主義というものの間に生まれた緊張関係や矛盾というものを明らかにするというのが、報告後半ですね、私の報告後半の目的でございます。それでは、国際主義の複数性ということでありまして、国際連盟は1929年以降の対中技術協力以前から東アジア秩序への介入の可能性を実は持ってました。満州事変で初めて出てきたわけじゃないんですね。 これは紛争調停については実は国際連盟がやる可能性があったということについては私がおととし出しました本でちょっと明らかにしてるんですけども今回は、まあ、開発国家建設支援というものに国際連盟が関わる可能性があったとっいうことについて述べていきますあと複数性ということでまあアソシエーションオブネーションズ国際連合って当時略されてたんですけどもこれはハーディング米政権があの連盟に加盟しない代わりに 推進しようと考えていた連盟より緩やかな国際的枠組み構想であって、ワシントン会議がその端緒とも考えられていました。まあ、これ実現はしないわけですけれども、まあ、こういうふうにこう連盟と、まあ、ある種は対立しかねないような国際主義というものは可能性として存在してたわけです。で不戦条約ですね。不戦条約も旧各国条約や連盟との関係は曖昧でありました。まあ、で不戦条約の推進勢力の中には、まあ、戦争違法化運動というのがあったんですけども、戦争違法化運動 の中にはあのー、国際連盟による制裁も戦争の一種であってあらゆる戦争を廃棄するためには国際連盟も良くないという勢力もあったわけですから、まあ、そういう意味では不戦条約というのも国際連盟と必ずしも親和的なものではなかったんですねむしろ対立しかねない枠組みでもあったわけですでこれについてもまあ説著で扱ったことがありますそしてさらに、えー、太平洋問題調査会 IPR ですね通称 IPR や 反太平洋運動、パンバシック運動ですね、などのトランスナショナリズムと。これに関しては、ワシントン体制とは複雑な関係になりまして、4カ国条約や9カ国条約を、まあ、このトランショナリズムの中で、地域主義的に読み替える構想というのも出てきます。失礼しました。ははい、えー、それではまあ この中で先ほどあの国際連盟とか国際連合っていうものについては述べていきましたけれども、この中の4つ目ですね。太平洋問題調査会、反対運動。こういったトランスナショナリズムに関しては、まああの、4カ国条約が9カ国条約っていうワシントン会議で結ばれたものを地域主義的に読み替えたアジア太平洋地域統合構想っていうものに結びつけようっていうものが生まれてきます。そういう意味ではワシントン体制っていうものをもしかしたら強化できるものだったかもしれないと。しかしながら、 ワシントン体制というのはその方向には向かわなかった。で、えー、日中戦争直前にソ連やオーストラリア、中国で推進された太平洋協定、太平洋和平会議構想というものと連続性を持ちます。そういう意味では、ワシントン体制がまあ地域主義的、地域統合的に向かうことがもしあったとすれば、こういう契機を生かせたらということになるわけですね。しかしながらそういう方向にはいかなかったわけです。 はい、それではワシントン体制における開発の不在と国際連盟ということですけれども、ワシントン会議に全権通院として派遣された深井英吾日銀理事、後の総裁ですけれども、まあ、この人であったり、もしくは、えー、パワー,ーポイントには書いてもらえませんけど、横浜賞金銀行も小田切雅之助、まあ、中国のプロをですね、絵を送っています。で彼らは、全権通院として行ったはいいんですが、会議には全く関わりませんでした。 もちろんウォール・ストリートで接触とか向こうの銀行家と接触とかしてるんですけども会議には全く関わらなかったわけですそもそもなんで派遣されたのかっていうと井上淳之介日銀総裁はワシントン会議もしくはそれと並行した会議で経済・金融問題が論じられることを予測していましたそしてその中で中国の財政問題の議論もなされることっていうのが想定されていたわけです この背景には1922年の末まで新四国借款団の北京政府に対する借款供与が具体性を持って提案されていたということがあったわけですね。22年頃っていうのはまだこう中国に借款して中国国家建設をやるっていう可能性、北京政府ですね、この北京政府に対して借款して北京政府が国家建設を行うっていう可能性がまだ消えてなかった時期なわけですね。 しかしながら、まあ、これはあの会議をまとめるためには議題を絞らないといけないということであったり、あのこの大体1922年に入る頃にアメリカの銀行家たちが中国の財政に不安を極めて強めていくというようなことが背景になったわけですけれども、ワシントン会議は経済・金融面には踏み込みませんでした。ワシントン会議の中国再建プログラムは、国権回復による関税増収、単独借款による経済的侵略抑止という消極的なもの。 この消極的なのは、三谷大一郎先生がワシントン体制や、借款団に行った評価でありますけれども、まあ、消極的なものでした。基本的にはどう開発するか、どう国家建設に寄与するかというものが、まあ、もちろん関税増収というのは重要なわけですけれども、まあ、その資金であったり、もしくは技術をどう供与するかということについては、まあ、あくまで消極的なもので、開発というものが不在だったというふうに評価することができるわけです。それに対して 1923年頃から連盟、国際連盟によるオーストリア、ハンガリーの財政再建支援にも刺激を受けて、中国の財政再建にも連盟と借款団の連携で臨むことということが検討されます。これは実際にイギリス外務省や連盟事務局から日本にも打診されています。で日本はこれに対して、あのまあ、やっぱり連盟,に国際連盟に関わられるのは嫌だということで反対をしております。 問題はただ反対したというだけではなくて、1920年代前半というのは実際に打診もされているわけですから、連盟の金融関係の活動というものが中国にも及ぶ可能性というのは日本側も想定していました。しかしながら、重原をはじめとした日本外交の対中政策の対外政策全般との分節か分離を反映して、1920年代後半に入る頃から、日本や東アジアには関係ないものとみなされていく。 まあヨーロッパで、ね、オーストリア、ハンガリーでやってても、それは東アジアには関係ないよねってことで、どんどん関心を失っていくんですね。そういう意味では、反対するにしてもちゃんと対策しておくっていうことがなされないようになっていくわけです。でこれは外務省だけではなくて、えー、英仏駐在,駐在財務官ですね、えーえー、ジュネーブにも人脈を築いていた森健吾に比して、後、え、任、ー、の津島十一やそのもと、まあ、この 時の時英仏中殺財務官の下の、まあ、例えば事務官であったりには、あの戦後史に詳しい方だったら、まあ、よく知っているような福田武夫であったり、野田ウイチ、愛知・喜一、木内四郎だったり、あとは坂水久住だったり、そうそうたる若手がいたんですけれども、まあ、これらの人たちっていうものは、ジュネーブへの関心は希薄で、前任者の森健吾に比すれば全然人脈を作ってなかったわけですね。まあ、そういう意味では全然対策してなかったということになるわけです。基本的にこう英仏中財務官っていうのは、まあ あのロンドンであったり、もし,、えー、もしくはバーゼルとか、そういうところを中心に活動するもので、ジュネーブというものの関心が薄くなっていったということがあります。で、国際連盟金融委員会にも欠席を続けており、さらに交通委員会ですね。これは、えー、交通、まあ、道路であったり 航海であったり、もしくは鉄道であったりというものに関する交通に関わる委員会ですけれども、これにも想定されていたその領域の専門家ではなく、日本は外交官を出席させてました。そういう意味では、国際連盟が中国の建設に関わることっていうのにちゃんと準備ができていなかったというふうに言うことができるかと思います。はい、それで中国の統一ととと開発連盟ということで 開発のプログラムを持たないワシントン体制では、国民政府による統一後の国家建設支援には対応できないということになります。まあ、どう中国に資金や技術を供与するかということで、ワシントン体制はもうその枠組みを持ってなかったわけですね。さらに、日本が国際協調より上位翼内政不干渉原則、これは中国の内戦が山を越えて国家建設機に入ると積極的な魅力を失っていくことになります。 内政不干渉ってあくまで消極的な原則ですから、これ、具体的にどう支援するかということになると、まあ、そういう枠組みにはならないわけですね。1923年以降、連盟の対中国支援は断続的に構想されており、IPR でも連盟による中東再建の試みに関わったテクノクラートたち、具体的にはアーサー・ソルター連盟経済金融部長ですね、この人にちゃんと知見を話してもらおう、提供してもらおう。 それを中国にどう適用するかということが論じられるようになります。これは1929年以降の連盟の対中技術協力にもつながっていきます。なんでこういうことになるかっていうと、このアーサー・ソルターに中東を再建の試み、中国にどう適用するかって喋ってもらおうっていうのをコーディネートしたのは、このニュージーランド出身の IPR 研究部長、JB ・コンドリフっていう人なんですが、 この人は1930年代に入ると連盟に転出して、まあ、統計整備や研究に貢献し国際機関エコノミストのセベ者ーになったような人であります。まあ、こういう人からしてみたら東アジアと連盟って別だよねとかそういうなんか暗黙の前提みたいなものはないわけですね。まあ、それがいいことであったのかっていうのは容疑的なところがあって、まあ、無自覚にこうある種技術であったり開発ってものをあの普遍的に まあよ,くはよくも悪くも地域の事情に関わらず適用するような面もあったわけですけれども、ただ、えー、ワシントン体制や日本外交が前提としていたような東アジアと、まあ、ヨーロッパって別だよねとか、まあ、そういうものが通用しない人だったわけですね。このようにして東アジア秩序とヨーロッパその他の秩序の乖離というものは流動的なものでありました。で、終わりにでまとめますけれども、この、えー、こう見てきたように、複数の国際主義の 間には、えー、潜在的な緊張関係というものが存在していました、まあえー。中心に取り上げたのは国際連盟とワシントン体制ですけれども、まあえー、開発っていうもののプログラムを備えてない、えー、ワシントン体制、そしてその開発っていうものの前例をちゃんとあの東欧でや中東欧でやってて持っている、えー、国際連盟というものには、まあ、潜在的な緊張関係があったわけです。 国際秩序の中で一定の自立性を保持することが前提のワシントン体制と、普遍主義に基づく国際連盟や不戦条約というものにこれは矛盾がやっぱりあったと。ワシントン体制というものは、まあ、基本的にはこの東アジアというもの、もしくはアジア太平洋というものが自立しているという前提なわけですね。ここで、普遍主義に基づく国際連盟や不戦条約というものは、まあ、なんで東アジアに関わっちゃいけないのかということになっていくわけで、 特に日本からしたら満州事変になって国際連盟に出てこられて大変意外だったと、こんなことが起きると思ってなかったとっいうふうに言うわけですけれども、実際のところ、あのむしろあの原理から言うと、むしろなぜ関わらないのかということの方に理由がいるわけですで。アジア太平洋地域統合の基盤となり得る IPR もトランスナショナリズムゆえの地域を超える働きを持つと。 先ほど申し上げたように、まあ、IPR に関わるようなテクノクラート専門家たちからしたら、いや、中東ので成功したことをあの中国でなんでやらないのかという話になるわけで、そういう意味では地域を超える働きを持つわけですね。普遍主義でも地域主義でもないロジック抜きの地域の自立性に基づくワシントン体制とシデハラ外交の脆弱性ということで、まあ、あのアジア太平洋、東アジア もう自立した秩序としてワシントン体制を維持するということであれば、な何らかのロジックが必要だったわけですね。つまり国際連盟とかそういうものがまあ中心的になって関わってくるのを排するには、何らかのロジックが必要だったわけですけど、それはなかったわけです。まあ、あのこれより後の時代に中心になってくるような重光守るなんかになってくると、強烈なあの地域主義というロジックを持っていて、それはそれでロジック過剰なんですけども、ただ、ハ原外交というのは大変堅実であるととともに、ま、あ あの極めて優れた外務官僚である重原のこう個別に交渉していくスキルというのはなかなかすごいものだったんですけど、もうただこう、自立した秩序であるワシントン体制というのを維持するには、ちょっとロジックがあまりに過小すぎたというのが私の評価になります。これからあの,秀原の電気が まあ、種入先生、熊本先生が出されるということで、この私の静原外交が妥当かどうかというのは、えっと、本来はちょっと電気を読んでからにしたいところであったんですが、ちょっと特に熊本先生のはまだ出てないということで、とそこは、えー、皆さんとともにまた確認したいというふうに思います。はい、私の報告は以上です。屋先生、ありがとうございました。 続きまして、愛媛大学法文学部講師、菅原武先生よりご報告いただきます。菅原先生、よろしくお願いいたします。先ほどご紹介に預かりました、愛媛大学法文学部の菅原武と申します。本日はお忙しいところ、お時間を割いてください、どうもありがとうございます。 また、このような発表の機会を与えてくださった川島先生、小宮先生はじめ、日本国際問題研究所の皆様に厚く御礼申し上げます。 早速ですが、私の発表日、日英軍事協力の査定1905から1928年を始めてまいりたいと思います。発表にあたり、パワーポイントのレジュメを共有しまして、その内容に基づいて話したいと思います。オンラインの発表ということで、まあ、お聞き苦しいことなどもあるかもしれませんが、あのそ,その際はご容赦いただけましたら幸いです。まずはじめになんですけれども 1920年代は国際協調の時代と言われますがただ、この時代のです、ね、日英関係に目を転じますとこう日英間で陸軍の派兵を含む軍事協力の必要性が論じられるわけなんですが実現しなかったという事実が浮かび上がります。 でこのような単なる協調だけではこう説明できない、1920年代の複雑な日英関係は、すでに多くの研究者によって研究されています。まあ、日英両国に限っても、例えば後藤晴美、ヤンニッシュ、アントニー・ベストといった歴史家の名前が挙げられるかと思います。 で本発表はですね、まあ、そのような先行研究を踏まえつつ、その少し異なる方法で1920年代の日英関係にアプローチしたいと考えています。それは、1920年代の日英関係の中でも、軍事協力に焦点を当てつつ、その分析の対象となる時代と地域を拡大して、1920年代の東アジアを相対化すると、相対化して捉えるというアプローチであります。 具体的にはです、時代に関しましては、第一次世界大戦前、大戦中、大戦後という3つの期間を、そして地域については、イギリス帝国の防衛という観点を考慮しまして、東アジアだけでなく、インドを視野に入れまして、そこで論じられる陸軍を含めた日英軍事協力の在り方について、 結論を先取りして言えば、軍事協力は常に実現しなかったわけなんですが、それはなぜか、それを考えることで、1920年代の日英関係ならびに、1920年代の国際協調の意味について、何らかの知見をもたらすことができればと考えております。 以上の内容から、本発表はちょっとウェビナー全体のテーマである、戦艦期東アジアの国際主義の再検討には少々合わないかもしれないんですけれども、あのただ、どのように定義するにもよりますが、やはり国際主義というものを考えるにあたっては、国家間の協調というものが重要であろうと思います。 で軍事協力はやはりあの非常に難しい国家間協調の形態の一つでありましてある意味では協調の進化を問われるというものだとも思いますのでその軍事協力をです、ね、時代や地域を超えて考察することで、まあ、戦艦機東アジアの国際主義の再検討にも資するところがあるのではないかと考えております。それでは 具体的な内容に入っていきますまず第一次世界大戦前1 9 0から6年です 1905年までに起きたです、ね、日英同盟の締結や日露戦争の勃発などからも明らかなようにこの時の日英両国の脅威はロシアでありましたただロシアの脅威というのは東アジアだけでなくてインド、まあ、特にイギリス帝国においては最重要とされていましたインドとその国境地帯にまで及んでいました1905年の日英軍事協力は日英同盟の改定と機をいつにして現れます 当時の保守党を中心とするバルフォア政権は、と帝国防衛委員会は、日露戦争によりロシアの東アジア進出が阻止されて、インドにその北先が向かうということを危惧していました。そこでインド防衛において日本の陸軍支援を得られるよう、日英同盟を改定したわけです。しかしか、ね、インドにおける日英軍事協力は 早くも1906年には再検討されまして、結論としてはイギリスは日本にインド防衛において陸軍支援を求めないということになります。で、この決定の背景には保守党から政権交代した自由党内閣の意向だけではなくてですね、インド政長やイギリス陸軍がその日本との軍事協力を望んでいなかったと。 ということが挙げられますまた日本もインドに陸軍を派遣するということには消極的でしてその結果日英同盟に規定があるにもかかわらずインドにおける日英の軍事協力は実現することはありませんでした続いて第一次世界大戦中1914から18年にまいります第一次世界大戦における日英共通の脅威はドイツと。 ということになります戦いの戦線もですねヨーロッパだけでなくアジアにも拡大しておりましてインドやシベリアとも戦いの舞台となっていきますで開戦直後の1914年に日本は日英同盟を理由に共商国側に立って参戦するわけですがしかしもうすでに日本に対して不信感を募らせていたイギリスはこの時点では日本との軍事協力には積極的ではありませんでむしろ日本の戦線を 戦域をです、ね、中国沿岸のみに限定するということを意図していました一方日本は、まあ、このようなイギリスの意向に対して、えー、こうアジアにおける自らの立場を強化するためにですね三島半島やまあ南洋軍島といったドイツの権益を攻撃していくわけであります、えー、日英軍事協力構想が盛んに議論されるようになるのは大戦後半に差し掛かった1916年末からでした、えー、このような大戦の長期化とまあ戦局の悪化は共和国 共商国側に深刻な兵力不足を引き起こします。で、このような事態において、まだ人的、物的に余裕があると見なされていた日本との軍事協力の価値が高まっていくわけであります。で、そこでイギリスは日本から軍事支援を得るべく、えー、まあ交渉を行うようになるわけですが、当時のロイド・ジョージ政権は、当初、ヨーロッパの西部戦線、または東部戦線での日本陸軍支援を考慮します。ただ 外務省で検討をしまして、結局、中東のです、ね、メソポタミア、今でいうイラクの周辺地域ですけれども、こちらの戦線に日本陸軍を受け入れるということを一番 最優先というふううふにに考えるようになりますドイツがオスマントルコと協力して中東からインドへと侵攻する構えを見せていましたのでそれを止めるために日本の協力が必要だということだったわけなんですがしかしこれはインド省およびインド政庁が日本のインドにおける影響力拡大というものを非常に強く懸念しましてこの構想に反対し結果的にメソポタミアでの日本陸軍の受け入れは実現しませんでした。 しかしですね、日本との軍事協力そのものが放棄されたわけではありませんで、新たな陸軍支援の受け入れ先として考えられるようになったのがシベリアだったわけであります。特にロシア革命によって、ボイシビキ政権が成立し、その後、対戦から離脱するということになりまして、イギリスはです、ね、東部戦線を再建するために、日本による大規模な軍事干渉というものを期待するようになります。でさらにですね、このシベリアへの日本陸軍の受け入れは、 インド防衛とも結びつけられていまして、えー、そのロシア革命が起きてから、インドと国境を接する中央アジアの情勢が不安定になっていましたので、この中央アジアを通って、ドイツがインドへと進出するという事態を防ぐために、日本との軍事協力が必要だと。 いいうふうふに考えられていたわけでありますただし、結局、シベリア出兵、日本は出兵するわけですけれども、基本的にシベリアの東部に戦域を限定した、日本が限定していたことや、大戦がです、ね、その3か月後にはもう終結してしまったと、よく,もよく、まあ、終結したためにです、ね、シベリアにおける日本の軍事協力は、イギリスが期待したようなものとはならなかったということになります。 それでは第一次世界大戦後に入っていきますまず第一次大戦後の一と1925から27年なんですけれどもこの時期の日英が直面した共通の脅威については議論の余地があると思うんですけれども共通の課題は明確でして中国大陸の混乱の中で自国の権益をいかに守るかということであったわけですでこの時点で日英同盟はすでに廃棄されていますがその廃棄の理由の一つが ロシアとドイツの脅威がなくなったので、同盟の存在理由が失われたというものでした。で、中国大陸での権益の防衛が喫緊の課題となるきっかけは、1925年に発生しました五三重事件とその後に起きた繁栄運動と、 であります中国人によるストライキやボイコットの主たる対象となったのはこの時点ではイギリスでして、まあ、イギリスは上海疎開の防衛が非常に重要になっていくわけですでしかしそのための軍事力がない,ないというか不足しているという状況でこの結果イギリス単独ではなく、まあ、中国大陸に権益を持つ各国との軍事協力が必要だと。特に 地理的に近く、対戦後も十分な軍事力を持っていると見なされた日本との協力が考えられるようになったわけであります。これに対し、日本の篠原喜寿郎外相は、イギリスとの協調は明言するんですけれども、軍事力を行使しようとはいたしません。原のの進進めた外交は対中不干渉とと貿易による経済利益の増進と いうものを重視しておりまして、ま、派兵はこの目的に反すると、さらには中国の繁栄運動の矛先が日本に向けられるかもしれないということでえ、日本はまえ、基本的には単独で中国側と交渉してストライキを解決しま事態の鎮静化に成功するとえ。しかし、まあ、このような対応はま必ずしもイギリスが望んだものではなかったということであります。で、このような日英間の齟齬は1927年にも生じます。 前年の1926年末には、いわゆる12月メモランダム、またはクリスマスメッセージをイギリス発表するわけですけれども、それですぐに、関係が、英中関係が改善したわけではありませんで、27年の1月には観光での衝突と、3月には南京事件といった事件が起きて、これに対してイギリスは軍事力の行使を厭わず対応すると。 そして内閣とです、ね、帝国防衛委員会が主導してやはりこの時も日本と軍事協力を進めるべきだという、まあ、結論に至るわけであります。しかし、まあ、これに対しても日本の対応はやはり1925年の時と,、まあ、ほとほぼ同じということで。えー イギリスとの協調を主張するんですけど、上海に日本陸軍を派遣するということはまあしないと、軍事力の行使も行わないということで、でこのような日本の対応をまあイギリスはだんだん不満、まあ、だんだんというか、かなり不満にを強めていくということになります。特に外務省での日本批判というのは非常に強くて、まあ、外務大臣のオースティン・チェンバレンは、日本の外交を強くまあここで批判するわけなんですが、ただ、 チェンバレンはこのにそに日英同盟の廃棄に関してもコメントしていて、廃棄は正しいと、日英同盟の廃棄は正しいけれども、その代償としてイギリスは日本に対する影響力を失ってしまったんだというふうに嘆いてはいるわけであります。 一方、この当時、日本の首相であった若槻礼二郎は、まあ、これは回顧録という形ではあるんですけれども、イギリスの対応について、ですね日英同盟を捨てておいて、ことがあると出兵せよなどとは虫のいい話だというふうに言って批判しておりまして、まあ、日英双方ともにですね相手に対して不信感を募らせているという状況だったわけであります。えー、続いてですが、あ19第1次大戦後の丸二と、1927から28年。 に移りますえ。先ほど紹介しました若槻礼二郎なんですけれども、彼は回顧録に、その日英あこんなことも書いています。え日英同盟が存在すれば、義理にも出兵したろうがというふうにも書いています。まああのギリで出兵するなんて。 どうかなという疑問もあるわけですけれども、実はイギリスでも同じような議論がここで、この時に起きていました。それがこの日英同盟復活論というものになります。特に1928年の2月に陸軍省でメモランダムが作成されまして、その是非について議論されています。で、この日英同盟復活論は、先行研究ではイギリス政治における または保守派のノスタルジーと、まあ、理想化された日英同盟みたいなものとか、あとはです、ね、当時の、まあ、支配、まあ、風潮であったその国際主義、これに対,対する批判、またはアンチテーゼと、このような評価が先行研究ではなされています。 でえっと、確かにこのような要素はあったと思いますが、それだけでもないんではないかなというふうにも考えています。そのように考える理由は、ですねこの陸軍省のメモランダムを読みますと、こう議論の範囲がですね東アジアだけじゃなくて、インド、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、アメリカと、かなり広範囲に及んでいまして、で特にインドについては、ソ連の脅威と。 いいうものを非常に懸念していましててまインドで軍事協力をすることはないとしてもシベリアなど東アジアでソ連を牽制することで結果としてインドとその国境であるアフガニスタンに,ソ連に対するソ連の脅威が軽減されるんだとこのような議論をしていましてまた中国大陸については日英同盟があれば日英間の軍事協力はもっと容易になったはずだと。 いうことを主張してまあ、その結果メモランダムでは日英同盟の復活を望ましいだけではなく必須であるというふうに結論付けるわけでありますこのメモランダムはその東アジアの権益をいかに守るかというそういう観点だけではなくてですねイギリス帝国全体の防衛という観点からもこう日英同盟の是非を論じているとえそしてその 帝国防衛という文脈から考えますと、この日英同盟復活論が主張された背景には、こうイギリス帝国を取り巻く国際情勢が第一次大戦以降、まあ、悪化しているにもかかわらず、その帝国防衛を達成するための有効な政策がまあないという、そのようなです、ね、当時のイギリスが置かれた非常に困難な状況があったのではないかと思われます。で 確かに日英同盟を復活させるというのは、まあ、実現はかなり難しかったと思いますけれども、じゃあ、どうやって、そのどのような政策で帝国防衛を達成するのかと、日英同盟が廃棄される前はに強く言われていたのはアメリカとの協調です。しかし、やはりアメリカは結局そのあの、孤立主義的な状況に戻ってしまって、まあ、それほど、特にこの20年代の後半になると、決してイギリスと協力しようというような。 積極的にイギリスと協力するというような形は取らないということになりますし、まあ、これも日英同盟の廃棄前に検討されたことです懸念されたことですけれども、たとえアメリカが関与すると、と孤立に戻らなくても、東アジアには権益を持っていても、インドやオーストラリアやニュージーランドにはアメリカは利害がないと、そしたらそこの防衛には関与してこないだろうということを、イギリス側は懸念していたわけです。 このような厳しい状況を少しでも改善するための手段として日英同盟の復活が議論されたのではないかということです。でまあこの日英同盟復活論の議論の最中にはですね中国大陸における、えー、情報活動を日英共同で行う諜、まあ、報機関を創設しようという提案までされていたんですけれども、えー、陸軍省内においてもですねこの反対意見というのが、まあ、ありまして結局この日英同盟復活論の議論はですね陸軍省の中で だけで収ままって、でまあ、断念されるとということになります。えー、1927年の後半になりますと中国情勢の変化によって、まあ、大陸における日本とイギリスの立場が逆転するようになっていきます、えー、1928年の5月には災難事件が起きて中国におけるストライキやボイコットの主な対象がイギリスから日本へと変わっていきますで結果日本はまあ、えー、こう各国と足並みを揃えてえー 中国情勢に対処しなければいけなくなって、特にイギリスとの協調を確保しなければいけなくなると、その必要が高まるわけですが、イギリスは逆に日本との協調に消極的になっていくわけであります。この上海周辺地域のです、ね、情勢はだんだんむしろ平穏になっていきまして、イギリスは日本との軍事協力を必要としなくなると。 特に外務省はです、ね、25年から27年までの日本の態度を非常にお忘れてはおりませんで日本の協調に強く反対していくとその結果日英間での軍事協力は実現しないままやがてです、ね、世界恐慌が起きてこの発生に伴う巨大な変化に日英両国ともに直面することになっていくということになっていきます。 日,日英軍事協力は第一次大戦の前、大戦中、大戦後、いずれの時期においてもです、ね、東アジアだけでなく、インドにおいてもその必要性が議論されていました。でしかし、結果的に日英軍事協力は実現しな,いとしなかったわけであります。特に重要なことは、日英同盟が存続していた時も廃棄された後も、第一次大戦が勃発する前から終結した後も、 えつまり同盟や戦争の有無に関係なくですね、こう日英軍事協力は実現しなかったということです。ではなぜ実現しなかったのかなんですけれども、まああの非常にまだ未熟ではあるんですけれども理由を二つほどおお示したいと思います。一つ目はあイギリスの政策決定者間の意見対立であります。日本との軍事協力に対してイギリス政府内では常に賛否両論で意見が一致していませんでした。外務省は基本的に あまり好意的で、積極的ではないんですけれども、内閣と帝国防衛委員会はむしろに日本との軍事協力には好意的だったと。とはいえ、第一次大戦前の保守党から自由党への政権交代による意見の変化もありますし、第一次大戦中に外務省が日本の陸軍支援に前向きだったこともありますから、常に意見が同じだったわけではありません。 えー、しかもその他にもインド政庁やインド、インド省は日本との軍事協力には反対ですし、えー、陸軍もまあ共同作戦には反否定的と、しかし第一次大戦後のな陸軍省では日英同盟不活論が出てくるということでこう、イギリスの政策決定者間の意見はまあ一致していない上に、 同じ政策決定者であっても意見が一貫しているわけでもないということでこれが日英間の軍事協力の実現を阻害した一つ目の理由だと言えるかと思います二つ目の理由は日英両国にとっての,この東アジアの優先度のまたは重要性の違いというものでして世界大に権益を持っていたイギリスにとっては東アジアはあくまでも相対的な重要性であるわけです特にその アジアだけを考えても、少なくともインドの重要性は東アジアを凌駕していくわけです。で日英間で軍事協力をするということを考えたときには、東アジアだけで議論が収まるということは、ほぼあまりなくてです、ね、インドまで範囲を含めて協力できるかどうかということを議論すると。 わけですしかし日本にとってはあのインドみたいなですね東アジアの外にある地域に軍事協力するということ、地域で軍事協力することには、まあ、基本的に利益がないわけですから、イギリスがインドで軍事協力を求めると、基本的に日本は消極的な態度をとって、軍事協力は実現しないということになります。しかし日本にとって東アジアは死活的に重要であって、独自の利益が存在するということになります。で、この日本にとっての利益は必ずしもイギリスの利益とは一致しないと。 いう時にちょっとこれは言い過ぎかもしれませんが、日本はそのイギリスその独自の利益を守る際に、あまりイギリスとの協調を重視しているようには見えないというふうにも感じられまして、その点では第1次大戦中から第1次大戦後に至っても、こう少なくともイギリスに対する姿勢という点では、あまりこう変わっていないようなふうにもという印象をまあ受けるわけであります。 ただ確実に言えることは、日英両国の東アジアの位置づけが大きく異なることが、東アジアでの利害の不一致、それだけでなく、東アジア以外、例えばインドでの利害の不一致をもたらして、日英軍事協力を困難なものにしたのではないかということであります。以上で私の発表を終わりりりたた。た。いいいいととと思ままます。ごごご聴どうううもああががざざしし菅原先生、 続きまして、帝京大学文学部准教授、中谷正先生よりご報告いただきます。中谷先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、ちょっとスライド資料を共有させていただきます。えっと、ではあの、今ご紹介いただきました、帝京大学の中谷です。 でえー、と今日はあのこのような素晴らしい機会を頂戴しましてありがとうございます。まずあのお誘いいただいたモデレーターの帯谷先生に熱く御礼申し上げます。ありがとうございます。で、えー、それからあの川島先生、熊本先生、菅原先生とおあの各分野を代表される研究者の皆様とこのような形でご一緒をさせていただいてとても嬉しく思っています。 でえー、っとこれまでのご発表をお聞きしてです、ねえーっと、私の,あの発表はそうではないかもしれませんが、最新の知見がふんだんに盛り込まれてあの、自分の今書いてる論文で引用したいなというところもたくさんありましたので、もう活字にされてる部分もあるかと思いますが、あのぜひ早く論文になるのを楽しみにしているということですね、少しでもあのそれに合わせられるように頑張りたいと思います。でそれからあの発表の準備に おいては、あ、日本国際問題研究所の皆様、に大変熱いサポートいただきまして、お礼申し上げます。えっと、では、あの、私の発表を始めさせていただきます。で、えっと、わしの会議は、あ、どのように準備されたかということ、で、え、お話をさせていただきたいと思います。 で本来であればあの会議そのものは使うべきなんですけども、学部時代からずっと重原外交をやると言い続けてです、ね、たどり着けずにおりまして、でまだワシントン会議にもたどり着いてないんですけど、以前そのような状態で、ようやく準備過程のところまで、あの私の研究が少しずつ進んでいるということです。えっと、では、続いてですが、来きましたかね。 はじめにということで、えーまあ、ワシントン体制とワシントン会議についてのです、ねえー、概要について確認をしておきたいと思います。でそのまあ、あのほとんどの人がご存知だと思いますけど、1921年から22年に名前の通りアメリカの首都で開催されたもので、まあ、教科書的な説明ですけど、大きく2つの成果があったんだと。 あるいはまあ2つの、まあ、主たる議論の対象があったということです。で1つ目はあの海軍軍縮でして、でえっとまあ、細かい話はちょっとできないんですけど、特に重要なのは主力艦の保有量を制限したということで、いろんなところでその日米英、さらに今、イタリア、フランスも入るんですけど、特に日米英の主力艦、まあ、あの戦艦とそれから航空母艦と考えていただいたら結構な。 ですが、その、まあ、絶対的なというか、まあ、保有していい量も制限されて、かつそれぞれの主要介護国の比率も固定されたということですで。次に2番目ですが、中国の地位向上を目指したということになっています。でえー、特にまあ代表的な成果は、旧国条約でして、この会議に参加したすべての国が中国も含めて、えー、署名をしている。 なんですけど、まあ一つは文庫解放の再確認でして、で、えー、と同時に勢力範囲の否定というのを条約中の文ンを見る限りはかなり明確に盛り込んでいます。でその他関連条約はいくつか成立をしているということを。 でプラスです、ね、これはワシントン会議の開催に至る過程を考えるにあたって大変重要なんですけれども、まあ、この2つの海軍統制から中国問題に関する国際協調を達成する、まあ、いわば前提として、日英同盟の廃棄というのが取り決められています。 でこういった、まあ、いくつものをです、ね、関連する、えー、あるいは分野を超えた条約が合わさって新しい東アジアの国際秩序というものが誕生したんだと、でそれを、まあ、あの一般的にはワシントン体制とそのように呼んでいるということです。で続いてですけど、お でそれで、ただ、まあ、あの特に海軍軍縮ではですね史上初めての実効的な大規模な軍縮条約を実現したんだということで歴史に残る成果だということになってるんですけど同時にわし、まあの会議の画期性を強調する研究者もですね和紙同時にわしの会議の限界というものを指摘していきました。 でまあ、あの大きく挙げて、他にもたくさんあると思うんですが、論点は、大きく挙げて2つ、ここでは紹介したいと思います。で1つは、参加国の既得権を不問に付したというふうに考えられています。で、えーまあ、あのちょっと細かい話ですけど、アメリカ全権の一人であったルートが出したルート4原則というのが、まあ、かなり曖昧な文言ではあるんですけど、そのような、まあ、取り決めなんだと。旧国条約に旧旧国条約に最終的には入るんでですがあこれで ま、これまで各国が中国においてえですね。できた。まあま排他的なあるいは中国にとって差別的な特権というのは不毛に付されたということです。将来だけは問題にしたんだと。で、それからあ2つ目は劣った包括性ということで、えー、まあ、あのドイツが第一次体制の敗戦に。よって で極東とそれから太平洋地域における権益や領土を軒並み失いましたので,でそれからま,あまだこの時はまだ国際連盟にも復帰を当然していませんし会議には招待されていないということです。でそれから先ほどもう少しお話が出ましたがロシアも不参加です。でさらに中国はもちろん参加をしてるんですが、まあ、中国内部の内政の状況ともあって 特に,あのこれは特に川島先生のご研究で詳しく扱われていますけれども、北京政府だけじゃなくてです、ね、南方の広東政府から全権を出すということで、大体中国内でも調整は試みられたようなんですけど、結局実現をしていないということです、ね。ですからまああの、北京政府を中心に地方からも代表が加わる形で中国代表団、派遣をされる。 なんですけど、本当に真の意味で中国を代表しているのかということが、まあたびたび問われてきたということになります。で、ここではあのまあ今も,もちろん扱うべきなんでしょうけど、一理に絞ってですね、ここに絞ってもう少し議論を進めていきたいと思います。 で、えーっと、初めにの3なんですけど先行研究の評価ということで、まあ、ここで主に日米関係あるいは日本外交史の先行研究を取り上げています。でイギリス外交史を見ればあのほ、まあ、他にもたくさん研究があって特に日英同盟の廃棄というのはあの大変重要なテーマですので、えー、菅原先生のものも含めてたくさん研究が ありますし、それから同時に私の力不足もあってですねちょっと中国語が読めないということもあるんですけど中国に関しては先ほど触れたように川島先生へのご研究がかなり詳細に中国の会議準備というものを扱っておられます。 でえー、なんですけど、まあ、ここでちょっと私の関心も含めて、日本外交信に絞りたいと思いますけど、まあ、準備を含めてです、ね、論じているこれらの研究の中では、まず入江先生の極東新秩序の模索が、これ、小宮先生が先ほど触れられた通りですけど、アメリカの新外交の強力なイニシアチブというまあ図式を打ち出したということですね、それによって、日本とそれイギリスがそれに協力する形で新しいフレームワーク いうのが東アジアで出来上がっていったんだということを、まあ、かなり明快に描き出されています。で、え次いで他にも挙、まあ、げるべき研究がありますが、浅田貞生先生の1993年の研究ですけど、ここでは日米の外交官の接近というものに今更に分析が精緻化されてですね。で日本はあ まあ、アメリカ流の理念外交に、えー、自らの外交官というものを徐々に、まあ、合わせていくんだと完全に一致はしないけれども近づいていくということです、ね。でその前提にはもちろんアメリカの強力なイニシアチブがあるわけですと同時にアメリカ側を見ればですねルートっていうのはもうかなり第一、えー、大,大戦前に基本的には活躍をしたアメリカの政治家あるいは外政家ですけどそういった人たちが出てきたように、えー、ですねアメリカ側もお 旧来の伝統的な勢力均衡を重視するような外交に、まあ、部分的に再接近したんだとで。その均衡点に新秩序というのが出来上がったんだというのが浅田先生のご評価です。で、えー、さらにあ、ごめんなさい、えっと、数時間2で続いてしまってますが、3番目、服部隆二先生が2001年に発表されたご研究では、あここではですね、まあ、ある意味、入江浅田、あるいはその間に、 星千尋先生の研究があるんですけど、それは、まあ、もう完全にひっくり返すようなあの議論が行われて、えー、日英の旧外交によって、勢、え、力、ー、圏外交によって、アメリカの新外交というのは、ワシントン会議では挫折したんだと、だからあのそんな新しい秩序はできなかったんだというのがあー服部先生への議論です。 でここではです、ね、と特に重要なのは、この報告にとって重要なのは、浅田先生と服部先生は、共にあのっていうか、まあ、お互いに対立した議論を展開しているんですが、同時にです、ね、アメリカの強力な主導に、理念外交にブレーキがかかったということについては一致をしているわけです。で、誰がブレーキをかけたのかというと、それはあ日本である。 で、浅、え、田、ーまあ、先生の場合は部分的にということになるでしょう。さらに、服部先生の場合は、まあ、思いっきり日本とイギリスが協力する形でブレーキをかけたという議論になっています。で、ここにさらに焦点を絞って、以下あの議論を進めたいと思います。 で次に報告者のワシントン会議評価ですけど、あの私はこれまで、えっと、ワシントン会議の前肢にあたる日米関係であるとか日英関係を研究してきたんですけど、少しこれまでのご報告でもお話に出ましたが、あ例えばパリ講和会議であるとか、あるいは中国の近代化を,近代化を支援するための。 まあ、あの国際的な投資、まあ、団の枠組みである、新四国尺官団の結成交渉であるとか、そういったあの国際交渉がワシントン会議の少,、まあ、少し先駆けて行われるんですけど、そういった時代であるとか、イベントを研究してきたんですが、まあ、それも踏まえて考えると、アメリカがです、ね、確かに東アジアで新しい秩序を作り出そうとしたことは確かだろうと。 で、えー、かなり強力な外交的リーダーシップ、あるいはイニシアチブを発揮したということです。で、でまあ、その一つの、まあ、到達点というのがワシントン会議であるというのが私の評価なんですけども、同時に、特にアメリカ外交のイニシアチブ、強力なイニシアチブという点に着目すると、頂点ではないというのが、私の現時点でのワシントン会議評価です。で、なぜかというと、1つ目は、あ 新秩序に必要な変化の多くはすべてではないんですけど会議前に、えー、起きているということをです、ねで。先ほど言ったようにパリコア会議と新四国借款団の結成交渉で、えー、起きているんだとで。簡単に言えばここでですね対戦後の国際秩序東アジアの国際秩序がどのような基本的なルールに基づくべきかについてアメリカの理念外交を軸にして 日本と世界、イギリスは大体まあそれを受け入れたんだというのが私の議論です。だからどんな秩序を作るべきかは大枠についてはもうワシントン会議前に三国間での考え方はまあ完全に一緒ではないけれどもかなりまあ修練をしていたということになります。で、2番目ですがこの意味は後で説明しますがアメリカ外交のコミットメント問題があると。 ということでして、アメリカ外交の主導にブレーキをかけたのは日英というよりはです、ね、アメリカ自身であるというふうに、私自身は考えていると、お考えをください。で、まず1番目に関してお話をしたいと思います。 でまず第一次大戦の衝撃ということで、まあ、簡単にこれは私の独自の研究成果というわけではないですけど、そもそも第一次世界大戦が東アジアにどういう影響を与えたのかを見ていきましょう。まず、勢力分布が大きく変化をします。まあ、簡単に言うとです、ね、ヨーロッパの大国を中心とした他局から日米英を中心とする3局に変わったということをです、ね。 で欧州勢力はもちろん、戦勝国は戦後、再び勢力を戻してくるんですけど、完全には戻りません,なんで,すで、えー、特に独、まあ、ロ、独、まあ、ロは大国の地位を一時的ですが、喪失をしますし、それからフランスはかなりまあ疲弊をして、で自らあら日本側に自重を交えていってますけど、日米と比較すると、東アジアでは二級国家化したんだと。 それからあの唯一影響力を、相対的な影響力を東アジアで保ったヨーロッパ大国であるイギリスも相当疲弊していると、特に先ほどの菅原先生のご報告でもあったように、英帝国の位置はアメリカか日本の協力が不可欠になったということをです、まあ、単独行動ではかなり難しいということが言えるはずです。 で続いて2位ですけど、規範の変化ということで、えー、こちらの方をあを特に強調したいと思いますけど、勢力関係の変化に加えて、えー、大国間政治のゲームのルールというのがあ変わったんだと。で、旧来の大国間の協調というと、それはまあ勢力範囲の特、特に中国に各国が設定をした勢力範囲の相互尊重だったわけです。 でこれがちょっとあの今回は細かくお話しする時間はないんですけど対過進四国尺寸断交渉の決着によって基本的にこのルールは終わったんだというのが私の,お、まあ、あの考え方です。でこのまあ交渉を主導したのもやはりアメリカなん,なんですけど目的ははっきりしていて勢力範囲を解体することをこでした。 で日本はです、ね、ま満、あ、蒙の例外扱いを求めたりはするんですけど、最終的に満州も含めてです、ね、東モンゴルも含めて、日本が持っている都市優先権という、まあ、勢力範囲を確認する、かなり有力な手段というか、まあ、指標ですけど、そういう権利を手放すことに同意をします。 で日本はなんでこういうことをしたかというと、それは満州もちろん重要だけど、中国の富の中心、経済の中心はあ、欧州の勢力範囲があるからだとで、そこに日本経済が進出していくためです。でこういう形で、まあ、パリも含めてです、ね、アメリカは強力なリーダーシップを発揮して、東アジアの新秩序を作っていくんですけど、そこに大きなブレーキがかかりました。でそれがアメメリカのコミットメントン問題です。 で意味としてはです、ね、アメリカの国際関与の信頼性が低下したんだと、そのようにお考えをください、でここでいうまあコミットメントというのは、あまあ、ちょっと難しいことも書いてますけど、国際関与の自国拘束、あるいはまあ国際協力の約束ぐらいに思っていただければいいと思います。で、えー、本当にアメリカがちゃんと国際関与するのかという信頼感が低下をしてしまったということです、ね。 でえー、原因はです、ね、アメリカが連盟に参加しなかったからです。でえーとまあ、首相者であったのにです、ねえー、結局、自分で作るといった新しい国際関与の枠組みに加わらなかった。でそれからあそのまあ原因であった共和党が政権を取ってしまうということをです。 でここで最も影響を受けたのはイギリスでして、アメリカからのミステラリを強く懸念をします。で日本外交にとっても、まあですね、アメリカからの外交圧力は低下をしていくと、そのようにお考えをください。で,ですから、さっき言ったように、日英はです、ね、もちろんあの抵抗感を感じる部分はあったんですけど、アメリカの理念外交、基本的には新秩序の原則として受け入れるつもりでいたのに、当のアメリカが本当にその新しい秩序を支えるかどうかわからないと。 ですから、アメリカへの十分な協力っていうのをためらうようになります。特にイギリスがそうであったということが言えると思います。 でえー、っと次、再建で2つ目ですけど、アメリカの,ですか、まあ、あのコミットメント問題で、えーとまあ、あの新秩序に必要な変化の多くと、それからアメリカのコミ,コミットメント問題について、ここまでご,ご説明をしましたで、それを踏まえて、えー、では会議準備を見ていきましょうで。開催までの経緯なんですけど、直接の契機というのは日英同盟の更新問題です。 でえー、っとそこにまあ日米のけんか競争は、対戦中に始まっていたけんか競争が加わってです、ねで、国際的な、まあ、基本的に日米の間の問題になっていきます。で、同盟問題でいうと、アメリカは後進に反対をしました。 でイギリスはアメリカとの協調が何よりも優先するということは分かってるんですけど、廃棄を決断できません、なんでかというと、それはアメリカのコミットメント問題が直接の原因でして、同盟廃棄するまではいいけれども、じゃその後アメリカがそれに代わる協力を太平洋地域、東アジアでイギリスに提供してくれるかというと、やっぱりやめたというふうな形で手を引いちゃうんじゃないかとこういうことが、イギリスの廃棄決断できなかった大きな理由です。 それから2番目、嫌韓競争でして、イギリスとしては、もう,もうかつてのような圧倒的な海軍力を維持するというのは難しいんですけど、それでも少なくともアメリカと同じ海軍力を維持したいというのがイギリス帝国の願いですが、このままですね、県間競争が続いちゃうと。 さ,さらに日英同盟を結んだ状態だと、アメリカはそれを理由に、日英を合わせた艦隊に、えー、抵抗するために、見、え、核、ーまあ、プログラムをさらに拡張するかもしれませんなので、3位転落の可能性まで,で、日本もそれについていくと、3位転落の可能性もあるということで、でで2つの問題が合わさって、ただ、同盟は捨てないという前提で、太平洋会議を米日中に脱進をしたということです。 でそれで、直後にアメリカから軍縮会議案というのが届いて、でロイド・ジョージ A 首相は大歓迎をします。これはイギリスが求めた、英米協調にアメリカがようやく応えてくれたんだというので、まあ、大歓迎をしたわけです。で、でここで同盟を代替する三国,三国協定の実現に方針を事実上転換をします。で ただその後、会議の時期とか方式をめぐって、米対立があの続きます。ちょっとこれもあの詳細にお話しする時間はないんですけど、イギリスは日本立てていきたかったのなんですけど、アメリカがですね拒絶をしてしまって、でず、えー、らが提案した軍縮会議に、イギリスがまあロンドンでやりたかった極東太平洋問題を併合するということです。でそういったこともあって、イギリスは相当に期待を低下させて、ワシントン会議に代表団を送るということになります。 でその中で、じゃあ日本の会議準備どうだったのかということですけど、最たる関心は議題範囲でした。でこれはまあよく知られているところですけど、当初は極限を支持するんですけど、できるだけ限定しなさいということを、駐米大使の重原に指示をするんですが、でこれが会議の限,限界の最たる原因との理解もあるんですけど、ただ、あの現地で交渉に当たった重原と、それから駐米大使の林は、完全な制限無理だと。 でむしろ対外関係改善にこの機会を利用すべきだということで、実際には政府方針はそのその後柔軟化をしていきますで。それから2番目、日本の議題確認を受けて、えー、アメリカの議題整理を促進したという面もあったかなと、そのように思っています。でかなりあの先ほども、帯谷先生のお話でもありましたけど、かなり日本は議題範囲を広く考えて準備をしていました。 あのでまあ、そういう意味では最もよく極東大変な問題で準備をしたのは日本だったかなということも言えるかもしれません。で最終的にアメリカからはこれはハラの感想ですけどほとんど無制,無制限のアメリカ案というのは出てくるんですけど日本は修正要求をしませんでした。 で日本の会議準備の2位ですけど、まず一、まあ、番目として特定国家の問題でも、これは本来日本はもう会議で扱わないと言ってたんですが、一般原則の確認とか、日本,日本の政策転換のアピールに貢献するのが OK だよという立場に変わります。で実際にその結果果いくつかあの成果 がワシントン会議で達成されたんではないかなと、そのように思っています。で、2つ目ですけど、文ン開放原則への支持は中国以外でも一貫をしていたということです。で、経済的開放、あるいは平等ということですけども、で動機としては、まあ、強い順にこういう感じかなと思うんですけど、まず政策転換をアピールすると。で、2つ目です、ね、これは日本にとっても、日本の経済進出にとっても有利だと。それから3番目 あまり日本の中国政策やシベリア政策ばっかり問題にすると、イギリスとかアメリカがそれぞれの植民地とか本国で取っている排他的な政策を会議で問題にしますよということで、すそれから3番目、結局これはあの政策決定者には拒絶されるんですけど、会議の過程で、ままあ、必要であればです、ね、万物権益の早期返還を検討しているということを表明してもいいですよということが言われました。 で,ですから、これ、重要なのは、万毛権益の絶対視は、日本外交の揺るぎないコンセンサスではなかったということです。で次にイギリスの会議準備ですけど、イギリス外交の本来の政策執行というのは、勢力圏外交秩序の再建ではなくてです、ね、まず、英米海軍の海軍協力の実現、でもうかなりこれさえできれば、どんな問題も解決するというふうな考え方でした。 2つ目に、米主導の中国の復興ということで、まあ、ややあの部外者からというか、イギリス以外の視点から見ると虫がいいかなと思うんですけど、資金はアメリカが出す、まあ、イギリスにそういう余裕はない、ただ、あのイギリスはこれまでの帝国経営で様々な人材とか仕組みに関するノウハウを持ってるから、それをイギリスが提供するということです。で、こういうふうに期待してたんですけど、先ほど申し上げたアメリカ外交のコミットメント問題で急速にしぼんでいきます。 で結果、イギリスの方針案、特に、まあ、極東太平洋問題でいうとどうなったかというと、日本の確認でアメリカが提示した議題案がベースなんですけど、かなりまあ消極的です。太平洋と極東に関するあらゆる問題を協議しようとすればです、ね、会議が破綻する可能性がとても高くなるんだと。だから協議の内容は、日英同盟を代替,代替する日米英間の協定、えー、もしくはまあ共通の政策の制限と、太平洋に関する海軍協定に限定すべきだと。 そのような、まあ、意見書というか、まあ、政策方針が外務省内でまとまるということです。でまあ他にもたくさん議論、論点になるものは、その政策文書に出てくるんですけど、こういったものは少なくともイギリスからは積極的に提起しないというふうに、まあ、その意見書には書かれているというか、まあ、政策文書には書かれているということです。 で最後になりましたが、アメリカの会議準備なん,なんですけど、優先順位としてはです、ね、海軍軍縮と、それからまあ日英同盟の問題を中心とする太平洋問題でしてで、かなり相手極東問題ではないかということをです、ねで。ですから、まあ、海軍軍縮政策ではです、ね、ヒューズ国務長官が主導して、あらゆる省庁から人員を動員して、相当綿密な方針を練り上げて、 で会議冒頭で,です、ね、各国の代表団が、まあ、衝撃を受ける軍縮提案を行うなんですけど、と特に今、これについてのアメリカ側の代表的な先行研究を見ると、同様の劇的な手法というのは極東、あれ中国問題では取らなかったということです、ね。で、これでまださらに検討必要だと思いますけど、特に今、共和党政権にとっては海軍太平洋問題というのが最重視であったということがいえそうです。 で2つ目なんですが、とはいえ、なぜ、特に日本側に言わせると、ほとんど一切の問題を討議するような議題案を極東,極東問題で示したのかというと、一、まあ、つは、とはいえウィルソン政権から、ね、かなり強力な理念外交を東アジアで展開したウィルソン政権から、多くの極東専門家を引き継いでいますから、その関心が反映されたという可能性が2つ目です。 ただ、1つ目ですただ2つ目はです、ね、実はあの、まあ、無制限なんだけど、具体案がほぼないので、準備関心不足を反映していた可能性があります。で、えー、特に今、シェハラはこう言ってるんですけど、この案を見たシェハラは、国務長官は各議題の,その漠然とした各議題のもとに、具体的にどういう公案を提出するのか、ほとんどまだ考えてないんじゃないかということを言っています。ここういっったこともあって ですね、完全な制限は無理だし、無意味という前提で日本代表団は会議に向かっているということになりました。で、最後で、あのぎらして申し訳ありませんが、本報告のまとめということで、一つ目ですけど、ワシントン体制の成立には、会議前の変化も重要であったということです。と特に、まあ、私の視点から言うと、新四国社会の交渉までで、秩序原理の問題というのは基本的に決着をしているということです。 2つ目、日本の議題確認はアメリカの会議準備を促進した面もあったんだと、なんでかというと、日本はまあなぜかちょっと理由はなかなかはっきり申し上げられないんですけど、共和党に、連盟を拒否した共和党に政権が変わっても、ウィルソン政権の強力な理念外交を念頭に、会議方針を準備したからです。でこれはおそらく中国にも言えるんじゃないかなと思うん,なんですけども。 それから3番目ですが、イギリスは会議の対象範囲の拡大に、少なくとも日米英で見ると、最も消極的な大国であったということになります。た,ただ、会議の足を引っ張ろうと思ってたんじゃなくて、相当この時期のイギリスは対日、対米、対中不信に苦しんでいまして、なんとしてもこういった悪い条件の中で会議を成功させるために、できるだけ議題範囲を絞るのが好ましいと考えたと。 ということです。ということはですね、アメリカ外交のコミットメント問題がなければ、ワシントン会議はああ、ナオ先生のご報告でもあったように、もっと野心的な目標をあるいは包括的な目標を追求できた可能性はあるのではないかということです。すみません、長くなって申し訳ないですけど、以上で私の報告を終わります。中谷先生、ありがとうございました。続きまして、駒澤大学文学部教授熊本文雄先生よりご報告いただきます。 熊本先生よろしくお願いいたします。はい、えー、それではあの今ご紹介に預かりました熊本と申します。えっ、ー、と音声届いておりますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、あの初めにあの皆様同様にあのこの素晴らしい会にですね、あのご招待いただきましたあの尾宮先生、えー、それに川島先生に厚く御礼申し上げます。と同時にあのスタッフの方々にもですね、お、えー、礼申し上げたいと思います。誠にありがとうございます。 それではですね、あの早速、もう時間も切迫していることですので、えー、ちょっとまず画面共有をさせていただいて、はい、じゃあ、これで、あのー、進めていきたいと思います。 えーっと私の報告タイトルがですね、ワシントン会議と日英関係ということでございます。あのとは言っても私、日英関係の専門家でも何でもなくて、ず、えー、と随分と文不層な対応タイトルにしてしまったんですけども、あのまあ、それもこれもですね、あの帯谷先生のお当初ですね、提示してくださったその論点が、あの事前のです、ね、打ち合わせで、えー、提示してくださった論点があまりにも面白すぎたので、えー、ついそれにこう調子に乗っての、あのー ししてしまったとというところが正直なんですけれども私はあの主に20年代の外交史というよりも日本外務省の,その官僚制機構としてのそういうやり方とかそれゆえそこからこう編み出される外交というものがどういうものなのかといった観点から考えてきた人間ですのであまりこう国際関係にです、ね、軸足を置いてものを考えてきたわけではありません。 ただあの、本日のです、ね、お話にあったように、そのワシントン会議をあの一つの,、まあ、あの考える磁場としたときにです、ね、その後の,その、えー、ワシントン体制というものをどう見ることができるのかといったその観点からですと、まあ、事例的に何かものが言えるんじゃないかというふうに考えましたので、きょうはです、ね、こんな話をしてみたいと、投資と通称の経済協調という話をしてみたいと思います。 それで、あの、まあ、報告の課題ということで、あの、ここからはもう、レジュメをですね、あの、事前にお配りしておりますので、そちらを主にいただけ、ご覧いただけたらと思います。あの、本当に、パワーポイントは要点のみですので、あの、レジュメのですね、あるいはその、本文のみならず、写真とか表もおつけてございますので、そちらも適宜、随時ご覧いただければと思います。 それで、あのこれは、まあ、小宮先生のそもそもの,の趣旨説明にもあったことなんですけれども、あのワシントン会議のですね、やはりまあその検証ということでありますが、あの小宮先生、こうおっしゃってます、あの戦艦機、東アジアの国際主義における相互の潜在的な矛盾や緊張関係、そのま内実を明らかにするんだということでございます。 ですから、それを私が何かこう事例的にまあものを考えられるとすればです、ね、ワシントン会議のまず前後と前とあとでちょっと2つのティピカルなものを考えてみようということでございまして、1つが新四国借款団の設置問題、でもう1つがその北京関税特別会議ということでございます。でそれをとりわけです、ね、あの外務省のそういうまあ組織的なその対応というところから考えてみたいということでございます。 であの続きのような話になりますけれども、じゃあ、どういうそのアングルでやるかということなんですけれども、あのこれもですね、尾宮先生のおっしゃってたその、いわゆるそのワシントン会議中心士官とか、あ秀原外交士官というものを相対化するんだっていうことが、一つの,そのテーマとして掲げられておりましたので、じゃあ、そのためにはっていうことで、い、ま、か、あの4つぐらいをですねちょっと留意点にして考えたいということでございます。 でまず1点目が、えーまあ、国際借款団、まあ、新四国借款団のことですけれども、その設置経緯とか、あとその条約の履行、まあ、これはそのワシントン会議でまあ締結された、その中国の完全に関する条約といったこと、その履行のまさにその現場が北京完全特別会議だったわけですので、そういったものをめぐるです、ね、局面を検討対象に据えて、えー、外務省での政策、決定過程を外務大臣個人のパーソナリティに即してではなく、えー、2番。 文書処理方法、つまりまあ意思決定過程における情報共有の在り方とか、あと3番、アジア局とか通所局というそれぞれの,そのまあ部署における政策案、そ,のそういったもののまあ差異、違いですよね、に即して4番、中国を場とした日英経済協調の可能性を、その投資と新締国者間のその設置問題と、 通称とは書いてますけども、まあ、そういう関税をめぐる要素の国際会議ですね、その両面で検証するんだということでございます。 でえっと、ここからですね、もうレジュメのお配りしてあるものを前提に話をしますので、もうここでは本当に一気に飛ばしてまいります。問題の概要はもう,あもうお詳しい方々多いと思いますので、えー、改めて申し上げることもないと思います。とりわけちょっと強調しておきたいのは、この2番目の、えー、日本外務省の状況というところですけども、これはの先ほど中谷先生の報告にもありましたですね。要はあの、まあ、これ、小村あ金一というのは、小村自太郎の長男で、当時政務局の第1課長だったわけですけども、彼を中心に、 満蒙も、要はその勢力範囲をです、ね、撤廃するんだという、そういう一つの提示、まあ、に従ってあの、場合によっては、その新自国者間団に、まあ、供給してもいいとで、その分、中国本土におけるその鉄道を中心としたその経済活動に日本も食い込んでいくんだという、そういうふうな反応というものがやっぱりありました。ただそれは、が原、当時、次官でしたけれども、そのリーダーシップによって、まあ、かなり修正されていくということでございます。で えー、そのまあ修正過程についてをですね、ちょっとまあ話をするんですけれども、よいしょ。えー、と、ここはですね、あの事前にお配りするその写真というのをご覧いただきたいと思,思います。 あのここでまあこういったその写真をちょっとまあ提示したのは、ですね外務省がどういうその、えー、海外からやってくる電報ですね各国大使館から、あるいはまあ公使館から送ってくる、その在外指針の、大使公使のそういう電報を受け取った外務省が、その情報をどう日本の政府内でこう共有してたのかということをまあ調べるために、ちょっとまあこんな写真をですねちょっと明示的に出してみました。で 写真の左側の余白にこう書き込みがありますけども、これはれ、あの数う、りく、第三群それからろあといっていうふうにこう、一文字ずつ言葉が、計9つ9個書いてありますが、えー、その意味するところは、ここに書いてある、休機関です。で、ここにその電報の、まあ、これ、まあ本,まあ、本物というか、その現物をかいしたりとか、まあ、場合によっては、その写し、コピーを作って、それをまあ回復する、送付するっていうことをまあしているわけですね。 ですから、この書き込みのなされ方、どこに送るんだっていう、でこれは常にこの休機間に安定的に供給される、共有するっていうものじゃないんです。あの共有の仕方はさまざまに、時期によったりとか、その送られてくる電報の案件によって、内容によって変化するんです。例えば、そう、ぞう、しょうっていう書き込みもたくさんありますし、そう、ぞう、しょう、のうとかですね、あのそういういろいろパターンがあるわけで、そういったものをデーター化していくと、 外務省がどういうその情報共有のしか、えー、仕方をしていたのかということが分かってくると。でそれを表1にまとめてみたということなんですね。で、えーと、その表の中でどの時期が大事なのかといったことが、えー、やはりまとわれるべきでありまして、でその表のあり方っていう、ごめんなさい、時期のそのあり方といったものをです、ね、ちょっと次に考えてみたいと思いますが、ごめんなさい、もう <laughs> 考える前にもう先に結論の画面を送っちゃいましたけど、戻しましょうか、ごめんなさい。 あの時期ごとの,その特徴っていうところで、どの時期が大事なんだっていう話なんですが、あえて言うと、ですねあのまず A から B の時期です、で A っていうのは、最初の,そのこの問題の原初期には、日本はそのイギリスにこう期待するんですよ、どんな期待するかっていうと、イギリスもこんなアメリカの提案、飲んでこないだろうと。 当然断るだろうと日本と同じようなそういう価値観を持ってるに違いないからイギリスが断ってくるだろうからその共に戦おうと共闘しようっていうそういう淡い期待を抱いてるんですねところがそうじゃないとイギリスが実はアメリカ案にその賛成したんだっていうことが分かってきてさあどうしようかっていうのが B の段階です。 でこの段階で、えーまあ、アメリカの,その案にそのまあ賛成するものの、えーまあ、イギリスの,その対応に都合した日本はです、ね、えーまあ、そこからその模索を始めるわけです。 ざくばらんに言うと、その外滑除外という、その満盲の利権は、まあ、そのパッケージで、えーまあ、除外してくれっていう、そういう、まあ、ある種、まあ、虫がいいというかですね、そういう方針をまず第一義的に掲げ、えー、それでもし難色を示されたら、じゃあ個別にその利権をですね、列挙していって、これは除外してねというようなことの方針を、交渉を進めていこうという、まあ、そういったことをやっていくわけです。で、えー、次にその特徴的なのが、時期の D というところで、 でこれで何が大事なのかっていうと、デハラのここでその、まあ、リーダーシップが発揮されるっていう局面なんですけども、えー、イギリスのです、ね、チンダ・ステミという当時、大使がおりましたが、このチンダ宛てに送るその電報案に、ちょっとこう聞き慣れない変わった文言を差し込むんですね。それがここに書いてあるその自由なる認定権っていう、ここなんですけども、えー、こういうその文言を差し込むとで。これ何かっていうと、イギリスにこう出す電報の中で、 あのー、満盲の,その、ねえー、除外の問題っていうのは、あのー、なるほど、確かにその外括除外ったら無理だろうと、だから、まあ、あ列強主義でいくしかないと、ただ、えー、この利権は除外してねで、これはいいでしょっていった、そういったものをまあ認めていく、認定していくのは、日本にそのイニシアチブがあるんだ、そういう権利を日本が持ってるよねってなことを、まあ、相手方に通告していくおていでそういう伝報を書くってことなんですね。 これはなかなかこれ、あの斬新なアイディアで、なかなかそういう、その、ある種こう、一つのこう権利にも似たようなこういう主張なので、えー、非常にこう、ハレーションを起こす恐れのあるような、そういう提言なんですが、ただこれをこう、大胆にこう、イギリスにやっていくっていうのは、これ、なかなか面白いと。で、こんな交渉はアメリカにはしないんですよね。アメリカやっぱりその、原理主義的にこう、日本に迫ってくるので、えー、こんなその、なんでしょうか、まあ、ある種こう、 腹を割らないとできない相談とは言いませんが、えこんなことはなかなかそのアメリカにはですね。あの言えないとだから、アメリカへの強調もするんです。だから、あのここは米兵強調するんですが、あ、共通の眺めが全然違うってことを確認しておきたいと思います。アメリカにはですね。要はそのアメリカに対して分かりましたよ。という、そういうまあ、大方のその方針としてのサインを示すという。そういう強調の仕方なんですが、えー、イギリスとはですね。そういうアメリカとのその協調と並行して。 まあ実現可能性はともかくとしてって書いてまして、私、この,あの連邦がどういう形でイギリスで受け止められて、どういう反応を示したのかっていうところまではすいません、あの非常にこう怠慢ですので、えー、そこは分からないんですけれども、まあ、少なくともそういう協調を模索するってことはやってるんだと。だから、まあ、投資、借款を通じた日英協調の可能性ってことを日本外務省は、まあ、特にまあ秀原はですね、積極的にまあ模索、追及するっていう、そういったあ、まあ、総括ができるだろうと思います。 まあちょっと話を変えると実はこの自由なの認定権っていう文言を入れたっていうのは外交調査会で非常にこの外務省をいじめる伊藤明二に対するですねこれあの説得工作っていう要素もあったっていうふうに実はあの今度出る新調ああ危ない中ル新書には叱られますねの <laughs> 中コ新書には書いたんですけど。 もうまあ、そういったこととともに、ここではあのー、日英協調の可能性といったこともです、ね、指摘しておきたいと思いますさ、えーと。だいぶ早口で話をしておりますけれども、続けてよろしいでしょうか。で、えー、そういった、その、まあ、あのー、借款を通じたその協調というものが、日英のお、要は一つの協、まああのー、調可能性ということをですね、まあ、あまあ、決して、その、えーまあ、排除してはいなかったっていう、そういう話をした後で、 じゃあ今度はワシントン会議が開催されまして、その後の状況としての、えー、北京関税特別会議を取り上げてみたいと思います。でもうここも,もう概要はもう申し上げません。書いてある通りです、えー。さらに詳しくはです、ね、あのレジュミを見ていただきたいと思います。えー、ま簡単に言うと、要はどんだけの,そのお要は負加税ですよね。現状、中国が5%しかないその輸出入関税に、 あのまあ、利金税という、その利金というのは、つまりつ中国の、まあ、内地通行税です、まあ、これがその、えー、各地方地方でそれぞれで,で、まあこれまあ、徴収されているわけですから、地方の,その、まあ、政権というか、軍罰というか、そういったところの懐を、まあ、潤すには良かったけれども、結局それで中央のう財政が全然健全化しないので、まあ、これ廃止しなきゃいけない、でそれを条件に、えー、中国の,その関税の付加税率をまあ上げてやろうと、2.5%っていうのは決まってたんだと。 ですから5たす2.5ですから、結局、一律7.5っていったところまでが、えー、ワシントン会議で決まっていると。で、えー、それを前提に、えー、北京関税特別会議が開かれる。ところが、えー、表の2に示してある通り、なかなかその各国の,その主張がですね、えー、揃わないと。あのー、ワシントン会議の原則っていったところをです、ねあのー、遵守しないというか、もっとそこを拡大していこうという、そういう国も現れたり、まあ、なんだりで、なかなかそのスタートから足並みが揃わないというところ、まあ、これも通説の話です。 で通説の話をついてにすると、ここのですね、要はこれから日英協調を考えていくわけですが、あの3つの要素として、あるうちの、まあ、今言ったその表の2にまとめられている、こういうその不可税率をめぐる方針の違いであるとか、あとはその要はその、増、まあ、長,長分によってそのまあ増えたあのその収入というか、それをどこでまあ使うんだっていう、その相違ですよね。 日本はその日原借款を中心にまあ不良債権をたくさん抱えてますからなんとかそれで整理したいと。 ただそんなものを抱えてない中国にしてみれば、中国の財政の強化、政府の財政強化に使いたいんだとかです、ね、で、まあとでしゃべりますけども、会館の運営に資する形で一部それを使いたいんだとか、まあ、そういう話になってくるわけですから、まあ、そもそもあのこの関税会議の結果を得られる成果のですね、要はその、えー、期待というか、どこにどうそれを使うのかといったことの違いなんてこともあるわけですが、もうこれは通説としても、定説として。 まあよろしいでしょうから、今日はその話は置いといて、もっとちょっと込み入った話をしたいと。で、それが、いや実はその、まあこれ、結果的に結論を先に言っておきますと、あのうまく協調いかないんですね、日英協調うまくできないんですけれども、その理由として、第三の理由として、実はあの日本外務省の中の一つの、まあ、組織化の対立、もう少し言うと、まあ、先ほどの地域主義とかですね。 今、その政策理念に関わるような話も、帯田先生から出ましたけども、そういったところに関わるその大きな違いといったものが、実は背景にあるんじゃないかっていう話をですね、ちょっとしていきたいということでございます。で、次ですね。よいしょ。はい。で、えっ、ー、と、ま、協調の模索。ごめんなさい。これ飛んでますね。これでしたね。はい。合ってますよね。はい、確認します。合ってました。すいません。またまたして。 さあそれで、あのー、じゃあ、あのー、外務省の中の組織間対立って何な,何なのかっていう話なんですけども、あのー、これざっくり言うとです、ね、アジア局の、まあ、見解っていうのが、まあ、ある種のこ,う、まあ、こ,れこれも地域主義と言っていいと思うんですけども、あのーまあ、満州、まあ、満貌ですかね、あのー、地理的、歴史的なそういう、えーまあ、特殊性を根拠にして、 えー、そういったもののですね、ある種、こう、まあ、優位性というか、まあ、その権,権益としてのそういう主張をしていくという、そういったものが、まあ、背景になるわけですけれども、そういったものにまあ関わる問題として、資料の3の1からですね、伺えるのは、結局、その、えー、この問題で、アジア局の当時、局長、木村栄一っていうのがいるんですけども、彼なんか言ってるのは、あのやっぱりこう投資っていう風なところがどうしてもこう頭を離れないんですね。 在家帽に代表されるこれまでの投資を維持して、新規投資とか、新規事業っていうものを拡充していけば、えー、関税増長によるその貿易の損益、損益っていうのは、結局、日本がその主力商品として出してたその、まあ、免支付ですね、免支や免付、これに新しい、えー、税率がかかって、高税率がかかっていくと、要は中国の。 あの内地でその中国民族がつまりまあ生産するそういう商品とまあその競合しますので売れなくなるわけですよね、だからまあ当然損益が出るわけですけれども、ただそれをなんとか挽回していくんだと、それはやっぱり投資的なものがやっぱり欠かせないという発想なんですね。と同時に、やっぱりその重視したのは協定管理、協定関税の締結だと。 協定関税っいうのはこの2国間同士でその品目ごとにこの税率をこう個別に話し合うという方式ですね。ねで、えーまあ、木村、今日ここに資料を出してませんけれども、木村はあの高圧的に出れば中国を屈服できるって、いうざっくばらんに言うと、そういったその発想なんです。ですから、このあと、今から述べるその通商局の主張であるような、あの各国共同によるその佐藤税率。 税率っていうのはその7段階、8段階ぐらいにそのグレードをですね設けて、その税率ごとに3品を決めていき、大体その商品3品のですねえ数量とその税率と、そんなものから大体中国がどれほどのそういう増収になるのかっていう、そういう話をですねまあ各国でやっていくわけですけども、そっちよりも早くその2国間でやりたいんだっていう話をしていくわけですね。 ところが、そういう方針とは違うのが、実はその全権、全、え、権、ー、からまあ送られてくるそういう電報と、その全権の方針に、わりと全面的にこう賛成していく通商局、局長はサブリサ,サ,ブリサダオという、まあ、これ、秀原の右腕と言われた人物ですけれども、彼なんかがやっぱり、アジア局とは違ったその政策提言をしていくわけですね。 で技術的な方法っても書いてますけども、結局はそういう、まあ、佐藤税率の問題なんかをですねやっぱりそのやっていくんだと、そういったものをやっぱり全権が提言してくるので、これはあのー、確かに日本政府の当初方針からすると、これ、変更なんですね。あのー、そんなことはもともとは考えてなかった。いや、まあ、考えてはいましたけども、あのー、やはりまあその中国のそういう、まあ、まあ協定税率を普通にこう。 毛嫌いする。そういう状況であるとか、あの英米両国がまあやはりまあ佐藤税率に一応賛成を示しているからとかですね。そんなところをやっぱりこう。根拠に、うん、とアジア局とは違った。話を進めるとするとだからなかなか一致しないということなんです、えー、アジア局の考える経済外交っていうのは投資や借金を軸とした政権一体型の通商政策であり。 えー、次のま,あまとめはちょっとザだいぶざっくばらにまとめてしまいましたけど今日のテーマに沿ってまとめすぎちゃったかもしれませんが、まあ、通職の考える経済外交っていうのはそうじゃないんだとワシントン体制やまあそういうルールに則っとった重視的な通商政策を追求しようとしたんじゃないかということです。でそういったものがじゃあそのあとの日英協調としてどういう関わってくるかってことなんですけども。 アジア局のこういうそのスタンスっていうのは、やっぱりなかなかイギリスとの協の調っていうものを生み出していきません。で、この後そのこのアジア局と通商局、もともとはこの共感体制として、2つの局がえ共にその主観としてやっていったわけですけれども、アジア局が優勢になっていくわけですね。だんだんその共感体制っていうものにこう揺らぎが生じてくると。で、そうすると、これ今日資料の5に提示してますけども、あの出口克次なんかも、 割とそのイギリスの提案というものにやっぱりこう違和感を示してくると出口は決してそのアジア派ではありませんがやはりそういうイギリスのですねそもそも日本との、えー、もともとそのこの会議に立ち向かうその姿勢やあるいはその得られるべきそういう期待というものが、うん、大きく違いますのでそこからやっぱりこう編み出されてくるイギリスの提案というものもやはりなかなか日本としてはこう認めがたいと。 非常にこう険しい、そういう厳しい評価をこう下していき始めるのが26年の1月から2月。でさらに、えー、同じ年の5月になってくると、今度はあの日米,日英米3か国代表による3、えー、国専門家試案というものが出てくるんですが、えー、これに実は全県と通商局は賛成するといいじゃないかと。ところが、えー、それにアジア局はこれ、反対していくということなんです。でなんでこれ、アジア局が反対するかというと、 これ非常にあの、まあ、中国にとってみればすごい虫がいい話で、一見すると <laughs>、非常にその、えー、日本がかねてから唱えていたあの付加税増長率2.5%というものを出してくるので、おこれは日本の,そのかねてからの主張に,、ね、非常にこうすり寄ってくれたかと、えー、思うんですけども、そうじゃなくて、ですねあのそれだけを決めても会議を打ち切ろうというそういう提案をしてくるんです。 でそれはあのこれまでのですねあの例えば日本が要求してきたそのじゃあ不良債権どうするんだとかアメリカはそ例えば利金税の廃止ってことを強く唱えていたのでそういった問題もやっぱりこう大事な案件なんですが一切それは顧み、まあ、ることなく、えー、それもバッサリ企業として2.5%だけ決めてもうこの会議やめようやっていう、まあ、そういう提案なんですねところがまあ通所局はまあこれに賛成すると全権も賛成すると。 で、その理由は何かっていうと、実は、あの、アメリカが事前の策として態度を翻して、これに賛成するんですよね。だから、まあ、要はさ、そういった意味では中国の、まあ、外交団における、そういうプレッシャーもあったかもしれませんけども、あの、体制順応というか、アメリカに、こう、まあ、追従的な、対米協調的な態度を取ろうとすると。で、それに、だから、木村英一はとても我慢ならないわけで、これ反対するってことなんですね。非常に、その、アジア局のここでは、局面では、 あのやっぱり声が大きくなってくるので、なかなか外務省の意思として、えー、全権のそういう意見口が通らないという状態になってきます。で、まあ、これ決定的っていうと、まあ、これも通信メーター、通説メーター、これ、評価を援用しちゃってるんですけども、あとはまあ12月にですね、クリスマスメッセージが出てくると、まあ、これはまあ先ほど菅原先生の報告にもありましたけども、あの非常にやっぱりこれを非常に日本としてはこう受け入れがたいと。 あのそれまでの北京政府といったものが和解しますけども、あーそれゆえというか、あのー、イギリスはその広東政府とのやっぱりそういう提携をまあ目指していくという話、えー、あるいは、まああのー、そういったものをです、ねえー、まあまあ前提として <laughs>、要はあのワシントン会議で認められた不加税は即座に無条件で実施されるべきで、えー、入税の増長分の下先は中国人自身が決定すればいいんじゃないかっていう、そういう話をして、まあ、会議をもうひっくり返すような形をになってくるわけですね。 当然、日本は認められないという形で非常にこう出口が強く抗議するという局面になってきます。<laughs> さあ、そういう中で、よいしょ、すいません。えー、っと、これが次の局面なのですが、よいしょ。よいしょ、これですね。はい。えー、結局、まあまとめるとどういうことかということなんですけども、<laughs> あのー、まあ、簡単に言うと、 えー、投資での強調はうまくいったけども、通商の強調は向けくいかなかったという話になってるんですが、えー、この通商面での話を求めますと、えー、やっぱりその、1、えー、2、3とありますけども、3番ですねあの、アジア局のイニシアチブっていうか、ある種のこう地域主義的なそういう価値っていうものが、やっぱりこう支配的になってくるんですね。 でこの時、秀原は外務大臣なんですけど、基本的な立ち位置はやっぱりその、サブリナと,と同じだと思いますし、えー、そういった意味ではその、対米協調的なその価値を強く持つ秀原ですからあの、そういう立ち位置だったと思いますけども、全然その彼のイニシアチブっていうものが見えてこないんですね、外交文書からすると。本当に、えー、お前いるんかっていうぐらい存在感がないんですよね。だから、非常にこうリーダーシップが発揮されないと、埋没してるっていうところです。 でこれはまあアジア局にと取り込まれる秀原って書いてますけども、やっぱりその篠原外交っていうものが機能しないっていうものは、あのまあ、いくつか要因があります、もちろんそれはあの東アジア秩序を巡るその大きな、えー、問題もありますけれども、一つはそういう、まあ、地域主義的な価値を、まあ、だんだん主張,し主,主張し始めた、こういうアジア局の連中、まあ、これはあの石井太郎も外交,録外交回想録で書いてますね、外交官の一生の中で、ちょうどこの頃だと。 あのアジア局、まあ、アジア文ー主義的なものが出てきたんだと。当時の局長が木村で、課長が、第一課長が谷正幸だったって、これはっきり書いてますね。ちょうどこの頃だと。やっぱそういったものが反映されてるんだろうと思います。だからなかなかこれは模索したけども破綻するんだっていう話です。で、まとめますと、えーまあ、ここに書いてある通りです。でとりわけここではですね、<coughs> 3番でしょうか。まあ、これはもう、川島先生に、あとはもう、あのー、ゆねるというか、あのー、ここはもう本当にお願い、詳しく解説もお願いしたいところですけれども、あの、まあ、馬としての中国から国家としての中国へってことなんですけども、ちょっとここに補足立てすると、やっぱりその通商っていう活動が内包する、その交渉性とか多立性っていうものがあるんじゃないかという気もします。あのー、 まあ投資が簡単で通商が難しいっていう、そういうお雑把な話をつもするつもりはありませんが、やっぱりその通商っていうのは、例えばその、先ほどの佐藤税率の話もありましたように、非常にこう、えー、緻密なそういう事前の折衝と、そのすり合わせによるその合意っていうものが必要になってくるんですね。まあ、少なくとも北京関税特別会議っていうのはそういう場だったと。それがなかなかやっぱりこう、各国の思惑や価値観や、狙うところ、期待するところが違うので、なかなか一致しないっていう、非常に難しいんだと。 投資のようにみんなでこう共同して、じゃあどこにどうやってお金投下しようかっていう話のようにはうまくいかないっていう話だと思います。<laughs> あとはあの、ここの話で言うと、やっぱりそのアジア局のもともとのこういうもともとというかあの価値観として、えっと、これをですね、アジア局の前身が政務局っていうその部署があるんですけども、これが解体されて、 アジア局が1920年でしたかね、できるんですけども、そこで盛んに言われた議論は、新しい部署を作るときには、次の点が大事だと、いいかと、あの一口に、えー、経済活動とか、経済関係って言うけども、経済の中身には投資の通称があって、投資が大事なんだっていう議論が出てくるんです。で、これをしっかり所証する部署を作れと。で、結果、これがアジア局の第2課っていうのは、そこの部署になるわけですよ。 だこれはまあ伝統的なとは言いませんが、やっぱりこの時期からすでに外、ま、務、あ、省のアジア局の中にこう敗退していた一つのまあ政策理念であって、でそれが、まあまあ、これ、大雑把に言うと、新四国借款団の時には、そこまでまずくは出なかったというか、あ,のある種の日英協調というものを模索することも可能だったかもしれないけれども、その投資を全面的にその掲げるその価値っていうのは、まあ、さっきその見てきた木村の資料にもありましたよね。 それはやっぱりなかなかその国際社会というか、各国がより集まって、細かなそういう微調整をこう繰り返し繰り返していくっていう、そういう交渉局面では、なかなかうまく機能しなかったんじゃないかという、そういったことにもなるのかもしれません。最後、すみません、大雑把にまとめましたけれども、対応が複雑か、他立かっていった問題も、まあ、ここに実は含まれてくるのかとで。それがやっぱりその場としての中国っていうのは、まあ、これ、北京政府って置き換えてもいいのかもしれません。 で国家としての中国っていうのがもしかしたらその関東の政府と置き換えてもいいのかもしれませんあの。そういった意味ではですね、非常にやっぱりこう、そういうその東アジア秩序といったものとも符合しなかったと。一点だけすみません、もう時間があ来てますけども、あの先ほど荻原先生がおっしゃったようなことでいうと、秀原派とかですね、欧米派って言いますけど、実は欧米局に秀原派って言われる人物の勤務がほとんどないんですね。 あのまあ、これもすみません、あの本に書いたので読んでいただきたいとは思いますが、結局はあの通商局に勤務しただけだったんで通商局っていうのは、あの <coughs> 堀内たてき勘定っていう外交官が、あの回想録で書いてますけども、あのテクノクラートとしての扱いしかされなかったと、結局、その在外の認知も二流三流しか行けず、えー、誰も通商局に行きたがらず、先細って言ったっていう、そういったことを書いてますけども。 秀原派っていうのは実はどこを牙城にしたかっていうと、欧米局じゃなくて通商局だったっていうのが僕の見立てなんですが、それもまた秀デ外交がその地域主義的な理念を掲げる派手なそのアジア局に対抗できなかった。そういうその派閥もなければ政策理念もなかったっていうのが僕の秀デ外交の一つの理解です。すみません。ちょっと時間が超過したかもしれませんけども、私のここは以上です。 熊本先生ありがとうございました続きまして東京大学大学院総合文化研究科教授川島新先生からコメントをいただきます川島先生よろしくお願いいたしますありがとうございますあの今日オビさんが大変あの冒頭に詳細なあの趣旨説明もありましたしまた、えー、それぞれオビさん自身も発表されましたしその後と3名のパネリスト方々の発表があって。 昨今の日本外交史を中心とする研究成果があの参加者に共有されてよかったなというふうに思っています。あの私自身は日本外交史に研究しておりませんので中国の外交史ですからその立場からいくつか論点を提示してかつ可能であればこ,このバネリストに質問をするというのが役割なんだろうというふうに思っています。 あの冒頭、その小宮さんからですね、ある種のワシントン体制最高あるいはその連盟の歴史ですね、というのを考えながら、この戦艦期の東アジアの国際主義を再興するということが、このシンポジウムの目標である、あるいは目的であるという、そういうお話があったわけですね。でそ、そこにおけるその国際主義なるものは複数形で、多様な国際主義がそれぞれどれ立ち現れているのか また加えて、それぞれのアクターが異なる意識と国益、あるいは国際協調感、国際主義感を持って関わっているというところもあのお話があったかと思うんですねで。そうした意味では、今日それぞれの日本、イギリス、アメリカ、それぞれの観点が出ましたし、ま、たオビアさ,さんの方からは連盟等々の大きな観点が出ましたので、そのズレや多様性というものは出たんだろうなと思っています。 また加えて、昨今の研究成果としてですね、そのさまざまな国際主義同士の関係性ですよね、そ,のそれぞれの国際主義におけるアクターの対応性だけではなくて、それぞれの国際主義がどう関わっていくのかという論点、そこも出てきたと思いますし、また加えて、面白いのは、やはりこう、戦艦機における国際協調が、地球規模で行われるような国際協調と、地域レベルに落とされるようなもの、この双方の働き、綱引きがあって、例えば日本であれば、 満州事変に連盟が乗り出すなんて考えもしなかったというような、東アジアは東アジアでものをやる、あるいはアメリカのモンロー主義もそうかもしれませんが、そういうような地域主義的な発想と地球規模の発秩序館の双方が綱引きがあって、それぞれの国がそれぞれの案件場において、関わり方、まあ、そこへの関わり方を変えているということも出てくると、そう考えていくと、入江先生が出されたようなワシントン体制論というものもです、ね、もう一回考えるべきだと。 あるいは国際連盟の位置づけも考え直すべきだ、あるいはバンド・ジュニー先生が出されたような連盟とは新体制の二重体制などというものも考える余地があるということなんだろうなというふうに思って伺っていました。であの、この大きな論点の中で、やはり荻谷さんに伺いたかったのは、まあ、1、2点あるんですが、一つはですね、えっと、おっしゃる通りだと思うんですけど、ただ、そのような意識、 さまざまな連あの国際協調あるいは国際主義が立ち現れていて、えー、その中に地球規模のものやと,と地域間のものがあってせめぎ合っていてそしてうんぬんというこの今まさに分析角度として現れてきているものというものが同時代的な資料の中にこう彼らの同時代の人々の意識として立ち現れているかどうかという問題なんですね。 今から分析をするとそう見えるというのは、それはまあ、もうそのとりだと思うんですが、それは意識化されていたんだろうか、意識化されていたならば、さっきのような、と思わなかったという話はないはずなんですね。だからそこの、その、結果的にそうだという話と、同時代の人がどうかという話、そこをもう少し、資料面から見えてくる話と、分析してこうだという話と、あるいは、連名にいた人々はこう思っている、連名的なところだはこう見えていたが、 各国は違う。それ少し不分けをしてほしいというのが1点目です。それから2点目はですね、えっと、ワシントン会議についてワシントン対策で随分議論があって、おっしゃるように、イ江先生は精神の話をしていて、個々の条約の話はあんまり言っていないし、えー、まあ中国の方をやっていると、精神よりも条約の話が大事なので、条約の方に研究が向かうわけです。私もそうですが。で、ただですね、3つの条約において、おっしゃられるような何の国際主義が発露するのか。 何が体現されていたのか、9、え、か、ー、国条約ってなりたは何だったのか、どういう意味の国際協調だったのか、あるいは国際主義であったのか、中国のほから見ると、えー、1858年の天津条約、これは、バーノ・マスタカが言っているように、マグナカルタと言われているんですね、その次が1901の北京議定書、その次が1922の9か国条約、この3つが総合的な条約なんですね。 この三つの総合的な条約の中で、旧国条約だけが中国が敗戦国として加わったものではない。